はい、こんにちは。始まりました。ホトグリシの岡崎です。では今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日はチェーンソーマン第11話で未来の悪魔っていう未来を見通す能力を持った悪魔とアキくんが話すところのシーンのセリフを取り上げています。で、一応流れとしては未来を見通す能力を与えるから右目に住まわせろみたいな、そういう契約を持ちかけてきているんですね。で、そこのセリフになります。では聞いてみましょう。 You're gonna go out in the worst possible wayI can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. I couldn't give a damn about the way I die. Only thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye. You're gonna go out in the worst possible way. I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. I couldn't give a damn about the way I die. Only thing that matters is that I kill who I need to kill.The rest is just details. Now get in my eye. You're gonna go out in the worst possible way. I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. I couldn't give a damn about the way I die. Only thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye.はい、という感じでした。で、結構難しいですよね。ではここから解説に行くので、聞き直したい方は動画を戻して聞き直してみてください。You're gonna go out in the worst possible way. I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. はい。で、まず You're gonna go out in the worst possible way と言っています。で、一応この You're gonna go out ですね。で、こちらの go out は、まあ、出かけるって意味ももちろんあるんですが、死ぬの婉曲表現になります。で、一応まあ出かけるっていうふうに言ってるんですが、この世から出ていく感じですね。で、亡くなるって意味になります。で、in the worst possible way で、一応この possible の意味がちょっと悩むかなと思うんですが、こんな感じで最上級の後ろにくっついてBest possible とか、可能な限り最善のとか、そんな感じの意味になったりするんですが、ここだと起こりうる最悪の方法で死ぬことになるぞっていうふうに言っていると思って大丈夫です。で、I can tell you about it で、それについて俺がお前に言うことはできるぞって If you like と言っているのは、お前が望むならっていう感じですね。で、よかったらっていう感じの意味で使う If you like になります。で、これからその What happens is you と言っているので、その起こることはお前がなんちゃらって言おうとするんですが、そこでアキくんがこう Don't bother というふうに言います。で、この Don't bother というのは、そんなことする必要はない、わざわざなんなんする必要はないっていう感じで言う表現になります。でも、これはいわゆるもう会話表現として使われるので、この塊で覚えておいてください。その必要はないっていう感じですね。で、発音のポイントはまず gonna ですね。で、 going to は gonna っていう風に短縮されて発音されます。そして go out の t の音を脱落させます。そして I can tell you about itっていう感じで、ここちょっとつなげて発音するといいですね。そして T の音は弱めに発音します。そして Don't bother ですね。で、ここの T の音も脱落させて発音することになります。ではもう一度流すので、自分でも発音してみましょう。 You're gonna go out in the worst possible way. I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. はい、という感じでした。では次のセリフに行きましょう。 I couldn't give a damn about the way I dieOnly thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye.はい。で、ここ結構難しかったと思います。で、まずですね、I couldn't give a damn about the way I die ですね。で、一応この give a damn というのは気にするという意味になります。で、大体 not と一緒に使われて、で、あと don't と一緒に使われることの方が多いです。で、I don't give a damn っていうと、これ気にしないって意味になります。どうでもいいっていう感じですね。で、何についてどうでもいいというふうに言ってるかというと、about the way I die なので、こう、俺が死ぬ方法、俺の死に方ですねについてはどうでもいい、気にしないというふうに言っています。で、 don't じゃなくて couldn't を使っているのはちょっと推量っぽいというか控えめな意味にするためかなと思いますが、まあ don't でもいいんじゃないかなとは思います。で、そして the only thing that matters ですね。で、この that matters の部分が関係代名詞になっていて only thing にかかっています。で、 matters というのはこう動詞で使うと重要であるという意味になるので、重要
な唯一のことはというふうに言っていますね。で、それは is that I kill who I need to kill。で、この who I need to kill の部分は名詞の塊を作っていますね。で、俺が殺す必要があるやつを俺が殺すことだっていうふうに言っています。なんで唯一重要なのは俺が殺したいやつを殺せるかどうかだっていう感じで言っていますね。で、the rest is just details と言っている部分、この rest は休憩って意味もあるんですが、残りっていう意味があるんですね。なんで残りのことっていう感じで、他のことっていう感じで言っていますね。で、それが just details、 ただの detail だっていうふうに言っているんですが、この detail っていうのは例えば細部とか詳細とかこう細かいことっていう意味で覚えていると思います。では、そこからの同じ意味なんですが、一応あのさまつなこととか、まあ、細かすぎてどうでもいいところとか、そういう感じで言っていますね。なんで後のことはこれどうでもいいっていう意味で言っていますね。で、 Now get in my eye ですね。で、さあ俺の目の中に入れというふうに言っていますね。で、発音のポイントは I couldn't give a damn というふうに言うんですが、この T の音を脱落させて発音します。で、ここ早いので結構難しいですね。で、そして Bird's way で、この T の音を脱落させて Bird's way という感じで発音します。 R も若干弱めでいいですね。 Bird's way で、そして the only thing なんですが、この the もほとんど発音しなくて OK です。で、まあ本来はこう母音の前なので the っていう風になってるんですが、もう極端に短く弱くなっていると思ってください。なんでほぼ発音してないですね。で、 only thing that matters で、この the との t の音も脱落させて is that I kill のここの t の音も脱落で、 I need to って感じで、この d の音も脱落させるのに need to っていう感じで発音されますね。で、そして theRest is って感じで、ここちょっとつなげて Just details で T の音を脱落、 Now get in my eye で T の音を脱落させて発音します。では、もう一度流すので自分でも発音してみましょう。 I couldn't give a damn about the way I die. Only thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye. はい、という感じでした。では今日はここまでにしたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、あと文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。You're gonna go out in the worst possible way. I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. I couldn't give a damn about the way I die. Only thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye. You're gonna go out in the worst possible way. I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. I couldn't give a damn about the way I die.Only thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye. You're gonna go out in the worst possible way. I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. I couldn't give a damn about the way I die. Only thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye. You're gonna go out in the worst possible way.I can tell you about it if you like. What happens is Don't bother. I couldn't give a damn about the way I die. Only thing that matters is that I kill who I need to kill. The rest is just details. Now get in my eye.